エンドヌクレアーゼ阻害薬は、ウイルスの増殖に必要な酵素である、エンドヌクレアーゼを阻害する抗ウイルス薬の総称である。上司されているものとしては、A 型インフルエンザと B 型インフルエンザの双方に対して有効なバローキサビルマルボキシルがある。ウイルスの増殖に必要なエンドヌクレアーゼを、特異的に阻害する。これにより増殖できなくなったウイルスはそのまま死滅する。 あくまでウイルスの増殖を阻害するだけのため、症状が重篤になるほどウイルスが増殖する前に、投与しなければ十分な効果は得られない。エンドヌクレアーゼ阻害薬は、抗インフルエンザ薬としては全く新しい作用基準の治療薬である。従来の抗インフルエンザ薬であるオセルタミビルやザナミビルなどのノイラミニダーゼ阻害薬は、あくまで増殖したウイルスが、 感染細胞から出られなくするだけで、ウイルスの増殖を抑えることはできなかった。これに対し、エンドヌクレアーゼ阻害薬は、ウイルスの増殖そのものを抑えることができるため、従来のインフルエンザ治療薬と比較して、抗ウイルス効果が高く、速やかに感染性を持つウイルスを減らすことができる。ありがとうございます。